今回のポイント、今回のポイントは塊を作るザット。ザットってね、いろんな種類があって、文中で出てきた時も文法問題を解く時も判別が難しいっていうね声が大きいので、今回最初に取り上げようと思います。まずね、ザットっていうのは塊を作る場合と塊を作らない場合があって、塊を作る場合に限定して今回は説明していきます。まず塊を作るザットっていうのは、ザット説の中の形によって判別をしてください。はい、ザット説の中が不完全文か完全文か、はい、まあ、この時期やったらね、大体これで分かるとは思うんですが、一応不完全文っていうのは名詞の抜けた文のことを言います。例えば主語がないとか、他動詞の後ろに目的語がない、前置詞の後ろに名詞がない、こういった文のことを不完全文と言います。一方で完全文っていうのは必要な要素が全て揃っている文のことを言いますので、不完全文か完全文の判別をまずは行ってください。そして、もしそのザットが不完全文の場合、そのザットは関係代名詞、つまり形容説を作るザットになります。これは中学校からね、よく出てきてるザットなんで、みんなも分かるかなとは思います。ただもしこのザット説内が完全文の場合、はい、完全文の場合は接続詞のザットを作ります。で、この接続詞のザットがね、少しややこしくて、いろんな使い方があるんですね。例えば1つ目、名接を作るザット。まあ、これは I think that とかね、that が目的語になるよとかね、名接なので、主語とか目的語とか保護になるザットのことを言います。で、さらに、同格のザット。これはね、前にある抽象名詞を説明するっていう働きをしてて、例えば the idea とかね、the knowledge とか、そういう単語と結びつくものです。はい、で、最後、3つ目。そうとかサッチザット、はい、そうザットサッチザット構文って聞いたことあるね。あのザットも一応接続詞の一種です。なので接続詞の場合には、名接を作るザットなのか、同格のザットなのか、そうザットサッチザット、そういうザットなのか、その3つの判断をしていってください。はい、ただこれがもし文法問題で出るよってなった時に注意しないといけないのがここです。この米印、はい、この接続詞のザットと関係代名詞のは、はい、この接続詞ザットはと、ここの、判別っていうのが非常に大事になってきます。まあ、どういうことかっていうと、接続詞のザットは塊の中が完全文で名詞説を作ることができます。はい、ただ一方で関係代名詞のはっていうのは、同じく名詞説を作るんですが、塊の中が不完全文になります。で、訳し方もすごく似てるので、訳で文法と言ってるよっていうのはすごくよく間違えます。なのでしっかりとね、ザットの判別、まあ、さらにはこのザットの判別っていうのをしていってください。そしたら問題の方に行きましょう。はい、それでは先ほどのポイントを踏まえて問題解説の方に行きましょう。今回ね、この問題でいうと、このザットっていうのが2つ出てきてますよね。はい、で、このザットが出てきた場合には何をするんですか。そうですね、塊の中が完全文なのか不完全文なのかを見てあげると。そしたら今回この塊の中に関しては、 I が主語、 I'm saying が V、目的語、まあ、こいつが他動詞なので、目的語がない不完全文になってます。はい、一方でこの後ろのザットに関しては、people が主語、usually confused が V、 in such a が副詞ということで完全文になってます。つまりこの塊の中の形から、このザットは関係代名詞、このザットは接続詞のザットだということがわかるわけですね。はい、で、ここで、考えてほしいのが、関係代名詞接続詞それぞれどんな働きをするのかっていうことです。まず関係代名詞は、先ほど形容説を作ると言いました。つまり前にある名詞を修飾しないといけないんですが、今回このザットの前に名詞はありませんね。はい、つまり今回ここで関係代名詞のザットは使えないということです。一方でこの2つ目のザットに関しては、 B 動詞の後ろにあり、名詞説を作ると。はい、まあ C の働きですね。で、接続詞のザットの中には名詞説を作るザットっていうものがありましたので、今回2つ目のザットは適切な形になってます。あとは1つ目のザット、関係代名詞は使えないってさっき言ったので、正しい形に戻してあげると。はい、じゃあここで先ほど注意してねって言った what が出てくるわけね。今回動詞の前に塊があるので、この塊は主語の塊になります。主語ということは名詞の塊です。そして名詞の塊で塊の中が不完全文になるやつ、はい、先ほどの what しかありませんね。なので今回はしっかりとザットの塊の中を完全見極めて、ザットとワットの違いに着目すれば解ける問題でした。はい、まあ購入直前ということもあってね、文法のポイントいろいろ学ぶことあると思います。ただこの動画で学んだことを一つ一つ丁寧に復習して、本番で1点でも多く解ける。
ください。